ゼクス絶海のクルセイドはカードバトル RPG です。戦闘はゼクスを封じたカードを使用してのカードバトル形式で進行します。手持ちのカードからゼクスを召喚し、敵ゼクスや同じゼクス使いとの戦いに勝利しましょう。戦闘はターンごとに攻守が入れ替わって進行していきます。どんなカードを使用して敵を攻撃するのか、己の身を守るのか、それらはプレイヤーの腕次第です。やるのだ。カードの使い方が勝利の鍵を握ります。ゼクスたちはブラックポイント内に徘徊しています。目的を達成するために彼らを倒していくこととなります。手持ちのカードからゼクスを召喚して敵ゼクスを攻撃していきます。目指すは敵ゼクスの全滅。容赦する必要はありません。ゼクスは倒すだけでなく、捕獲して自らの力として使用することもできます。それがコードハックです。上手にコードハックを利用して戦力を増やしていきましょう。ゼクスを操る者同士が時に争うことがあります。その場合には互いに手持ちのゼクスを召喚し合い争うことになります。勝利条件は敵ゼクス使いの LP を削り切ることです。自らのカードを駆使して召喚されたゼクス、そしてその先のゼクス使いを倒しましょう。ゼクス絶海のクルセイドでは戦いの行方を左右する様々な戦術要素が用意されています。それらを駆使することが勝利への近道です。各カードはそれぞれスキルが設定されています。敵にダメージを与えたり味方を強化したり、その効果は多種多様です。状況に応じてスキルを使うことが非常に重要となります。相手の行動に割り込む、それがインターセプトです。敵からのダメージを軽減するなどの効果があります。ピンチの時に使用すれば一気に逆転も可能です。オーバーライトは手持ちのカードの力を召喚したゼクスに与えるものです。使用することで味方ゼクスを強化することができます。一つのデッキは20枚のカードで構成されます。色、コスト、カードの種類、それらをどう組み合わせるかは自由です。どういうデッキを作り、どういうプレイをして勝つのか、それを考えていくのがゼクス絶海のクルセイドの醍醐味です。さらにネットワーク機能も搭載しており、全国のプレイヤーと対戦することができます。自ら作ったデッキを駆使してぜひ全国最強を目指してください。ゼクス絶海のクルセイド、2013年5月23日発売予定です。価格は税込み7140円、ダウンロード版は6000円です。最後に特典情報です。予約特典、初回封入特典ともにトレーディングカードゲーム版ゼクスの PR カードがついてきます。予約特典はプレイヤーカードアサギメタモルフォーゼが1枚、初回封入特典はゼクスカードアサギゴーファイト2枚とプレイヤーカード神弓綾瀬アサギコスプレバージョン、もしくはプレイヤーカード鏡原あずみアサギコスプレバージョンのどちらかをランダムで1枚封入。予約特典も初回封入特典もここでしか手に入れることのできない限定カードです。ゼクス絶海のクルセイド公式ウェブサイトでは最新情報を随時更新しています。ぜひチェックしてください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。5月23日、改めてお会いできること楽しみにしています。